最初の30分ノンプランなんですよ。あ、そうなんですね。なかったら頑張ります。多分大丈夫だ。さすがっす。心境もいいですね、うん、なるほどですね。はい、ということで今月も始まりました、ドラマ海原ひろみつの新境音第6回目の放送となります。もうですね、皆さんどうですか。外はだいぶさんの涼しい形になってですね、夏ももう終わりで秋になるのかなという感じになってきてますけど、私はですね、あの気持ちは暖かいのでね、今日は半袖で放送をガツガツお届けしていきたいなと思います。今日はですね、なかなか面白い感じですね。いろいろな縁があってですね、ずっと縁が続いている方も後半にゲストでお招きしておりますので、そちらも楽しみにしていてください。そしてですね、まず最初にここで前回の放送のゲスト、フルムーンのですね、ドラムの葵さん来ていただいたんですけど、そのフルムーンの曲からですね、一曲お聴きいただきたいなと思います。それではお聴きください。フルムーンでアフェクション。なるほどですね、前回のあれですね。あ、そうなんです。そうですね。いやー、もういいですね、なんか皆さんの感じがいいですね。いや、そう言っていただけると、もうDJ 感が普段このテンションじゃないからね。あの普段の切り替えのなんかこう温和な感じがあれなんですけど、パシッとこう切り替わる感じがかっこいいですね。いやいやいや、今普段のテンション今この感じゆるっとゆるっとゆるっとするんですけど、緩急があってちょっと自分もバシッとちょっとマイクに乗るんで、そうっすね、ちょっと音質高い方が乗るからね。ライブの時のドラムみたいな気持ちですよね。そう音を乗せるぞっていう、あのここのドラマーズジャパンのこの空白のこれも風フリートークですか。そうです、さっき決めました。すごい、あのクラブハウスやってるんですけど、はい、その中でドラマーズジャパンっていうルームがあって、あ、そこでモデレーターやってるんですよ。すごいっすね、マジで。すごいな、だいたい23時から朝の4時とか5時まで、はい、かっこよ。その中から出たいろんなドラムの質問とかをここで答えて、めっちゃ興味あります。それめっちゃリスナーになります俺。いいっすね。そう、じゃあ結構ドラマが集う感じですか。ドラマが集うのと、ドラムに興味がある人と、 あとは作曲家さんでドラムの音色をどうやって作ればいいのかとか。なるほどっすね、面白。そうなんですよ。いやドラムの音色の作り方は結構そうっすよね、うん、だからシンバルこのだから子はそこに来るドラマーさんで、はい、このシンバルの音はあれだねって言い当てられる人がいるんですけど、はい、割とそれが普通に言い当てられる人が集まってるみたいな。やべえな、すげえな。そうなんですよ、すごいな。この辺で音量を下げてそのままバック BG で流し切ったらそのまま無音で大丈夫です。
はい、お聴きいただいている曲はフルムーンでアフェクション。はい、ということですね。前回ゲストに出ていただいたフルムーンのドラムの葵ちゃんのですね、このがっつりとね、あのドラミングがですね、この曲にね、すごい現れてるんですけど、実はですね、この曲、僕も結構ですね、あの縁が深いというか、そのフルムーンさん の, そのイベントによく、あの後輩バンドのエンプレスのサポートをやらせてもらってるので、よくね一緒に出るんですけど、この間ですね、あのちょっと遊び心でオープニングのワンコーラスだけ僕が歌うという映像に切り替わってましたあれですよ、本人が歌ってんですよ、見えないところで。ただ映像は僕が歌ってました、配信でそしてそのフルムーンさんの最後、あの退場した後にアカペラで本当に僕がワンコーラス歌いましたというね、思い出のある曲でね、久々に歌詞覚えましたね。いや、いい歌詞なんですよ。あのアフェクションってね、愛情っていう意味なんですけど、本当にあの大丈夫だよって、私しっかり愛情を持って接しますよというようなね、その見てますよっていうようなね、いい歌なんですよ。なのでね、ぜひね、あのフルムーン の, あのライブとか配信とかね、そういうのもぜひチェックしていただきたいなと思います。まあ僕がライブやる時の配信とかもね、だいたい半分ぐらいの確率で一緒に出演しているので、ああれか、あの時言ってたやつだっていうふうに思って見ていただけると僕も嬉しいです。それではですね、ここで次のコーナーに行きたいと思います。うなのあなたの夢を応援するワンポイント。はい、これね、毎月毎回毎回ね、あのやってるんですけど、実は私、あの心理学で、まあ、NLP の流れを組むニュープロっていうものを、ね、学んでですね、でそれをもとに、まあ、いろいろコーチングであったりとかプロデュースであったりとかですね、だいろんな夢を達成するにはどうすればいいんでしょうかっていう、そういうことをですね、いろいろいろんな方にお話しさせていただいてるんですけど、今回はですね、ドラムに関するコーナーかと思いきやですね、ドラムに関係ないです。いや、関係なくないです。あの夢を持ってる人を応援するということでですね、誰でも自分のやりたいことがあったらそれに使えるような内容になってますので、それでは早速行ってみましょうかね。今回はですね、自分がどのように行動する気持ちになるのかという、自分自身の中でどういうふうな判断をしているのかっていうのを自分で理解してしまいましょうねという、そういうものですね。これはですね、私あのフィルターというふうにですね、あの呼んでいるんですけど、まあ判断基準のフィルターですね。自分がどういうふうに判断をするのかな、こういうふうな時ってどういうことをですね、元に無意識の中から実はこういうふうなところをしっかりとしたことがあって判断して物事を決めているというのがあるんですよ。それをですね、自分自身で理解すると、これはね、物事を進める力っていうのがね、パワフルに力強く、そして決定的に早くね、進めることができるのでね、これはぜひ覚えていっていただきたいんですよ。まあこれができると自分だけじゃないですよ。まあ自分以外の人のね、例えばやる気であったりとか、そういうものを上げる、まあ支えてあげるとか、テンションを上げるっていうやつですね。まあこの人にこういう言い方をしたらすごいやる気になってくれるよね。だから塾の先生とか、なんかそういう誰か人に伝えるべき立場の人とかはですね、これはね、わかるといいですね。さらに、まあ自分自身のね、そのやる気が上がるっていうことなんで、まあやる気があったらね、どんどん勝手にやるわけですよ。なのでですね、結果ね、やりたいことがどんどん前に進んで、自分の求めてる結果にすごく早く近くなっていきます。なのでですね、これをね、今日はですね、知って、簡単な質問、5個の質問をですね、していきますので、A か B かっていうところで、ちょっと質問をしたら、あ、
自分は A がいくつで B がいくつでっていうのをね、最終的にちょっとね、考えていただいて、それでちょっとですね、答えという形ですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。それではまず判断基準のフィルターということなんですが、まず質問の1個目です。まず、A と B とありますが、どちらの傾向が強いかっていうのを判断してください。まず A ですね、まあ、自分が求めてる夢とかですね、達成したいことの、例えば学習とか練習をしている時ですね、あ、うまくいってるわ、いや、なんかね身についてるんですよっていう、そういう感覚が自分でわかる、これが A です。次は B ですね、まあ、例えば自分が夢とか目標を向かってそれを学んでいるっていう時に、それがうまく進んでいるっていうことはですね、例えば誰か他の人の評価、あ、うなちゃんめっちゃいいじゃんとかね、まあ、そういうふうなね、自分じゃない誰か外部の評価基準、これで、あ、自分うまくいってるんだなって思うかどうかです。この A か B ですね、これが質問の1、 A か B か選びましたか。では次質問いってみましょうか。次はですね、まあ、自分が達成するのに役立つ、まあ、その目標のその結果ですね、達成している、その物事をすでに達成している、もしくはその商品とかね、目的のものをですね、話を、口コミを聞いた時、俺ね、そういうのやってんだよねとか、なんかそう、できたよできたよとか、そういった時ですね、どちらの反応を取りやすいですか。うん、あなたはどちらの反応を取りやすいですか。では行きますよ。 A、 相手が、話してる相手が、伝えてくれる相手が、価値観の面ですごいいい部分をですね、進めてきます。そうするとなんかすごい押し付けがましい感じがする。あー、なんかめっちゃいいんだよめっちゃいいんだよねめっちゃいいんだよねって言ったら、いや、うん、分かった分かった分かったっていう感じですね。これが A です。 B ですが、これはですね、相手がこう自分の求めてるも、夢とか、やってる、やりたいこととかが、もうやってるわけですよね。で、その口コミとしてですね、どういうところを評価してるのかの情報をすごく多く聞きたいんです。もういろんな情報を集めたいんです。っていう、この B のパターン。どうですか？ A か B 選びましたか？では次の質問、3個目いきますよ。まあ、成功していることからですね、それはもうやるべきですよねとか、そういうのをね、習得するべきですよねという、そういった情報をもらったときに、その情報をどちらの受け取り方をしがちでしょうかということで聞いてきますよ。A、まず A ですね。まあ、それも選択肢の一つかなと、情報の一つとして受け取る。これが A です。B です。で、まるで、それをね、やるべきなんですよと、学びなさいよ、それをね、実行しなさいとね、指示をもらったかのように受け取ってですね、もう素直にそれをやろうと、行動しようと思う、これが B です。いいですか、そんな感じですね。では次いきますよ。質問の4つ目なんですけど、まあ、新しいことを始めるわけですよ。もうこれから手に入れた夢をもう追い求めていきたいっていうところなので、新しい、そういうところをね、チャレンジする中で教えてもらう人、のそういう方の言うこととか、まあ、その習得する本とかね、何かこう習得するツールがあるわけですよね。その、まあ、進行について、進め方について、どちらの反応が出やすいかという質問です。まず A ですね、まあ、自分の中で評価するというふうにまず1回見るわけですね。まあ、これフィルターにかける、っていうところなんですけど、もしかしたら、あれ？これ、ああなんじゃね？あ、もしかしたらこれでもいけるかも、っていうふうに自己流でいろいろ解釈しがちになる。もらった情報はあるんだけど、結局ああいう感じなんでしょって、こう想像で考えちゃうってことですね。で、じゃあ B いきますね。まあ、その教えてくれる人の言ってくれてる内容とか、まあ、その本であったりとかね、その内容をそのまま素直に
聞くっていう、まあ、特に学び始めるとか何か進めるっていう時にセオリーですね、まあ、主張の主っていうところを大切に私はします。これが B です。いいですか、質問4つ目。次は最後の質問ですね。質問の5つ目で、例えば何かこう商品、夢を達成するっていう時に必要になるもの、多分ドラムだったらまずスティック必要なんですよね。スティック必要だし、だんだんスネアがとか、ね、楽器どんどん買っていくわけなんですよ。まあこういうものをですね、買う時にそれを決断するのに特に何がポイントとなるのかという部分ですね。これの A ですが、まずはその買う商品、スティックとかね、スネアとかシンバルとか、そういうものの商品の説明を見たりとか読んだりとかをして、自分の価値基準と照らし合わせてね、必要かどうかという部分を評価します。例えばスティックで言えば、あ、チップの先がナイロン製になってる、こういうの必要かなっていうふうに考えるとかね、シンバルだったらなんかちょっと厚手のものがいいなとか、なんかあ、もっとねがっつり太い音が欲しいなって、もっと厚いものないかなとか、ね、いろいろチェックしたりとかね、そういうパターンですね。これが A です。そして B が、何々がね、誰かさんがねやってたね検証結果によるとというような情報とか、つまりね、その商品のその商品説明とかではなくてですね、第三者のレビューみたいな、そういった情報、あ、何々くんがねいいって言ってて、まあ例えば先月出たあのゲストの葵ちゃんがね、やっぱりね、あのシンバルはね最高ですよって言ったらね、あ、そうなんだ、じゃあそれ最高なんだねっていうふうに考えるパターンですね。これが B です。さあ、質問1から5個まで出ましたけど、どうだったでしょうかね。今回ですね、この A か B かっていう数なんですけど、A がですね、この判断基準のフィルターという話をしたんですが、A が内的基準というものを持っているフィルターですね。これを強く影響しているタイプだと言えます。そして B の数が多かった場合、これは外的基準型のフィルターというものが強く持っているというふうに言えますね。まあ、これで何が言えるかというとですね、まあ、内的基準を持っているということは、まあ、とにかく自分のやりたいこととか決定すること、まあ、パフォーマンス、まあ、ドラムの出来とか不出来とかですね、そういうものは自分の中の基準で考えるということです。今日俺めっちゃいい演奏したよっていうのは自分の判断です。で、今日勉強した、今日ね15分も勉強したんですよ、いや俺もう最高に勉強した、今日もう勉強しなくていいわ、こういう感じですね。判断基準、もうめっちゃやったという判断基準は自分の中にあります。それに向かってですね、やっていくので、自分の満足度っていうのはこれ自分で決めるということですね。なのでね、言葉としては、まあ、自分でわかるよとかね、まあ、自分の中に判断基準があるとか、まあ、私の基準ではっていうような言葉遣いをする傾向があるでしょうね。逆に言うとですね、そういう人が目の前にいたら、あ、あなたの判断基準ではっていうふうに伝えてあげると伝わりやすいです。では次、 D が多かった人はですね、外的基準型って言われてるフィルターを持ってます。これはもう周りの意見や反応を基準に、そうしてそれをもとに、ああ今日良かったんだっていう風に満足感を得るというタイプですね。なので、もう今日どんな演奏だったんだろう、え、今日どうだったって聞いて、周りからめっちゃ良かったですよっていう風に言われたら、それで満足するんですね。自分の中でもしかしてあんま良くなかったかなと思っても、周りから今日なんかめっちゃ良かったねって言われたら、あ、良かったんだっていう風になるということです。あと、まあ、分かりやすく言うと、自分のことをあまり信じていないという言い方もできるかもしれないですね。まあ、どうやって成功しているのかっていうのは他からの意見、これが全てだとかでね、あとは数字にしてみるとか、そういう話をする人っていうのが
多いですね。なので口調で言うとですね、例えばホケホケによればとか、何々さんの考えではとか、あの人の意見によるとっていうような言葉を多く使いがちになりますね。なのでこういうことを自分でも意識すると、じゃあ自分に対する声がけ、自分がどうやったらいいのかなっていう時に、今日は15分やるって決めたら、15分やったらもう自分満足なわけですよ。それでじゃあ明日もできるじゃんっていうモチベーションアップにつながります。で逆に自分が伝えたい人とかいたら、あなたはねめっちゃいいんですよ、さっきあれすごいニヤッとした感じで演奏してたんですけど、あそこ最高、あそこ最高だって自分で思ったんでしょっていうふうに、相手がそう思ったかどうかっていうのを相手に聞いてあげる。で相手がそうなんですよって言ったら、もうめちゃめちゃ話が通じやすくなりますね。で逆に外的基準っていうのがあったら、いや今日どうだったっていうふうに、どん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 周りとね意見を交換していくことで自分のモチベーションが上がってきます。だから、あ、よかったよかったっていうふうにね、その外的基準多い人とか、僕が例えばお話するときにこういるんですけど、何かこう演奏した後にくるっとこっち見るんですね。どうでしたかっていうドヤ顔的な感じでそういう人は外的基準ですね。先生どうですかみたいな、そういう目あるじゃないですか。そしたらめっちゃ良かったよってめっちゃ褒めてあげてください。そうするとモチベーションが上がってめちゃめちゃやる気が出るようになります。ぜひね、自分のやりたいこととか夢とか目標、それを自分だけじゃなくて自分以外の人にも伝えるときにはこれめちゃめちゃ使えますので、ぜひ活用してみてください。以上ですね、うなのあなたの夢を応援するワンポイントでした。お疲れ様です。なるほどですね。心理学的なあれなんですか。そこで心理学です。すごい。本当はこの今フィルターって言ったのは14個あるんですよ、はい、14個、14個そんなんですか。そのうちの一つです。へえ、面白い。そうなんですね。割とあれですよね、ドラマあるあるというか、今日イケてるわと思ったら今日ちょっと走ってたねとか言われて、そう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 、で今日ちょっとイマジだったけど今日落ち着いてすげえよかったよとか言われて、うんと思って、うん、そうテンション上がってないのになんかクールだったじゃんとかねどん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 自分の思っているものと周りが評価するので、うん、やればこう違うなって場面は結構出こなす気がしますね、はい、でその時に自分のテンションが上がらなかったら、まあ、自分は内的基準なんですよ、うんうんうん、そうですね。なんか、あ、でも周りは良かった、良かったんじゃん、いいよかった、うん、よかったって思ったら外的基準ですね。なるほどっすね。いや、やっぱ外的でしたね、自分は。外的が B が多かったです。うん。あ、はい、ワンコーラスぐらいで、ふっとそのままフェードアウトでして、はい。で、コーナー入って、で、もうコーナーの途中で入れちゃってきてもらって大丈夫ですね。はい。あ、このギターソロ終わったらじゃあ入りますね。はい、ここからはですね、ドラマーズジャパンのコーナーとなっております。先ほどの曲、実はね、曲のことを話さないで曲言っちゃしまったんですけど、私がやってるノアズアークっていう、ノアの箱舟っていうバンドがあるんですよ。そこのバンドの、平和の歌という曲をお聴きいただきました。こちらはね、私がレコーディングしたんですけど、13年くらい前の曲なんですね。今でもね、私が弾き語りとかする時があるんですが、その時は歌ったりするんですよ。なのでね、また後々しっかりとなんか
放送させていただきたいと思います。そんなわけでドラマーズジャパンということですね。今回まあ私がクラブハウスという音声型のね SNS の中でドラマーズジャパンというルームがあるんですけど、そこでモデレーターも、参加モデレーターとしてね参加させてもらっていて、いろんなドラムに関する質問を受けるわけですよね。でいろんな人がいるので面白いな、こういうことを悩んでるのかとかっていう話とかをね受けるわけなんですよ。で今回はその中でもですね、自分の持っている楽器を増やすタイミング、ドラマーであればシンバルスタジオにあるやつとかライブハウスにあるやつ以外のものをどのタイミングで買うのかとか、うん、ちっちゃなスプラッシュシンバルと呼ばれているものとか、ちょっともう大きなインパクトのあるチャイナシンバルとかっていうものがだいたいね、あのドラマーとしてはね、いつ買うとかいつ手に入れるとか、そしてそれどうやって使うの、使い方わからないっていうね質問あったんですよ。これはですねもうずっとね、まずね装着してみなさいという話ですね。どうやって使うかを悩みながら、使わないから今日はセッティングしないっていうんじゃなくて、置いといたらね使えるようになります。で置いといて使えるようになったら今まで使わなかった曲で使うようになるんですね。これ不思議なもので習慣、まあそこにあったらこの音色っていうのが自分の中の基本になるんですよ。自分の基準が上がって自分の表現力が広がるっていうところに行きつけるんですね。なので楽器を増やすタイミングはですね、楽器増やしたいなとかかっこいいなと思った瞬間も増やすべきです。あとは自分の懐事情との相談ですね。ということですね、まあ、シンバルを増やしてどうやって使っていけばいいんですかっていう質問に対してですね、今回はまず手に入れてまずセッティングする、それが正しいかどうかとかはまず考えなくていいです。まず置いてみましょう。そしてとりあえず何かの代わりに叩いてみましょうっていうところからスタートするとですね、だん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 慣れてうまくいくようになりますので試してみてくださいということですね。もうここから前半終わって後半戦に突入しますけど、後半はお待ちかねのゲストさんをお招きしてお話ししていきたいと思いますよ。それではですね、まず CM の前に今流れているのはですね、フルムーンのイエイエイという曲を流させていただいてますが、一旦そちらの方をお聞きいただいて後半戦に行きたいと思います。それではしばらくイエイエイお聞きください。シンバルわかりますわそうなんですよねそうなんです。結構それあれですか、質問、そのドラマ駆け出しの方とか、そうそうそう、あの趣味でやられてる方とか、あーなるほどですね、なんかチャイナシンバルってどうやって使えばいいんですかなんかこうとりあえず買ったんですけど使い方わかんないんです、うん、みたいな。そうですね、だいたいまずコピーとかからですもんね。でかっこいいと思って きっとこの音チャイナだなっていうところでまずは真似してやる。そうですね、そうです、結局そこからですもんね。いやーマジで本当にまずは置いてからですよね。まず置いてからそうなんですよ。よろしくお願いします。よろしくします。で、あ、紹介してから、はい、今日のゲストは山田雄大さんですって言ったら、はい、自己紹介とかお願いします。これすごいっすね。よいしょ、はい、
ドラマーさんいらっしゃーい。ということで番組後半戦はゲストドラマーを交えて進めていきたいと思います。本日のゲストは古い付き合いですね、もうだいぶね。ゲストスーパードラマ山田雄大さんです。こんにちは、アイラビッツのドラム山田雄大です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ありがとうございます。いえいえいえ、嬉しいです。いえもうね、はい、もうずいぶん古い付き合いですからね。そうですね、宇野さんとはもう10年、うんね、そんぐらいになりますよね、うん、本当に。いやね、こうやってね、あのラジオね、あの心よく聞いていただきまして、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあ普段の活動とかを、はい、今聞いてるリスナーの方は分からないと思うんですね、はい、なので改めて自己紹介の方をお願いしていいでしょうか。はい、アイラビッツというバンドでドラムを叩いておりまして、で、まあ、アイラビッツ、まあ、もともとコロナ禍になる前は全国ですね、うんうん、年間100本ぐらいのペースで回ってて、その中をやりながらサポートドラムもいろいろ叩かせてもらってて、はいはい、あのいろんなアーティストさんのバックでやって、まあ、ドラマーとしてちょっといろいろあの戦っている。なるほど。そうですね、だからルナさんとそういうところであのまさにそのサポート現場でもお会いしたことありますし、はいはいはい、本当にちょっとあの幅広くやっぱドラマーとして成長したいと思ってあのこう葛藤している中でルナさんとお会いできたので、ちょっとそうですね、なんかドラマーとしてのなんか今日お話がいろいろできたなと、そういう視点での話ができればなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当にね、はい、もうだいぶね、ずっとなんかいつ出会ったんだろうぐらいの感じの、そうですね、わかんないんだよね。でクラブチッタでイベントの時に、うん、また久々にお会いさせていただいて、その時久しぶりに会ったなっていうのはわかるんだよね。でそこからまたちょこちょこ連絡取ったりして、でうな、ん、さんがすごいのがこうまめにこう自分がお誘いしたイベントとかをうん、もう必ずこう来てくれようとするんですよね、ちゃんと仕事を調整してもあ、行ける隙間があるんですね。あるの、もうでそれでちょっと前お誘いした時にあの顔出してくれた時があって、それで今回の話いただいたので、はいはい、本当になんかうなさんの人柄というか本当にもういつも勉強させてもらってます。なんかめっちゃ褒められてる。いやいやいや、めっちゃ褒められてる。さっきの心理学も来たから、あ、横でめっちゃ、のののあ、自分で、ちなみに、はい、あの雄大さんはどっちでした？あの B が多かったです。 B が多かったあの外的、外的要因が強いんですね、はい、でもドラムやってるとあるあるだと思うんですけど、うん、今日自分がめっちゃ調子いいぞってプレイやったら、うん、ライブ終わった後によっしゃやったぜって思ったら、メンバーから今日なんかちょっとバタバタしたねとか、今日走ったねとか、なんかこうあるある、テンションあるある。で逆にちょっと乗り切れなかったなと思ったら、今日落ち着いててすごい良かったねとかって言われたりするんで、あ、自分のこの感覚ってそこまであの信じちゃいけないもんなんだなっていう、あのちょっと良くない感じですけど、はい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 、あのまあ一緒に音楽を奏でてる人がこう気持ちよく思ってくれるものを出す方が自分はいいなと思ってるんで、うん、そこがやっぱり外的思考になってってる気がしますね。あ、なるほど、はい、ちなみに僕はですね、はい、実は外的思考に思われがちなんですけど、はい、本当は内的思考なんですよ。あ、でもそれって自分の中でこう確固たるものがあって、うん、それを持って周りと調整ことに、あの曲振りしてるわけじゃないんですよ、はい、大体7-3ぐらいですね。あ、なるほどですね、うん、どっちの傾向が強いかっていう話なんで、自分と逆の7-3ですね。3-7ですね。そうです。結局、あ、こういう風なの方がいいんだろうなと思いつつも、はい、オラーって感じでやるんですよ。あ、そうですね。確かに確かに、あの何にも自分がこれだってものを何も思わなかったらそれはそれで良くないと思うんで、はいはいはい、ちゃんとそれは自分も堂々してるんですけど、うんうん、なるべくこうアーティストごとにこう求めてるものは応えたいなって思うんで、あ、なのでなるべくこう意見を聞いてそれを体現できるようにしようとは考えてますね。そうですね、どっちも間違ってないと思うんで、うん、これ多分そうですね。確かにな、まあ、僕の場合ね、はい、そのだいたいサポートをしたりとかする時のプロデューサーさんに、はいはい、なんか周り気にしてると、はい、なんかパッとしないって言われるんですよ。あ、もっと引っ張ってくれみたいな。そうそうそう、あ、もっとガンガンに来て、なるほどっすねって言われ、その方がいいって言われるし、うん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 、それを求めてくれてるんですね。あ、でも遠慮と
またそれがそのさっきの感覚が周り気にしてるが遠慮になっちゃうとまた話変わってきますよね。そうですね、確かにそれはすごいわかりますね。なのでこうやりきってグワッていくっていうスタイルで、あのサポートでねドラム叩く時もやってるって感じですね。いいですね、それはそれで確かにすごく、うん、あの理想の姿ですね。あ、そう言ってもらえると嬉しいですまあそんな話もいい、はい、面白いんですけど、今日はですね、はい、雄大さんの普段喋んないようなね、はい、言葉のね、はい、ねほりはほりね聞けたらいいなって。いやいやとりあえず3サイズからわがままボディですからね。ちょっと待って、いやいやいや、あのまあドラムっていうところでね、はい、これいつからドラム始めたんですか？ドラムは自分15歳からですね。おで中学生中学校3年生の夏に、うん、それまでずっとサッカーをやったんですけど、はいはいはい、サッカー部で幼稚園小中までサッカーやってて結構10年ぐらいやってて夢中だったんですけど、まあ中3の夏にサッカー部をちょっとやめまして、はいはいはい、でどうしようかなってなった時に、うん、自分の両親の知り合いのおばさんなんですけど、はい、ドラムを習ってると。おうおう、で発表会があるから見に来ないかって言われて、ドラムってってその時、うん、ドラムって楽器をまずよく分かってなかったんだ当時。あ、なるほどですね。で音楽は好きだったんでいろいろ聞いてはいたんですけど、ドラムっていう楽器に別に興味とか、うん、もともと知識もなかったし、はい、なんですけど、はいはい、ドラムって見に来るってそのおばさんがやってるっていう話を聞いたら、うん、ちょっとなんか見てみたいなと思って行って、でその発表会っていうのが、うん、菅沼幸三さんという手数をと呼ばれてる幸三さんの生徒さんの発表会だったんですよ、うん、あ、じゃあその雄大さんのおばさんは幸三、はい、さんのところで、そうです、習ってたんだね。習ってたんですね。でまあ、そのおばさんがシングシングシングって曲をチャンスで叩いて、そうです、叩いてて、あ、ドラムってこういう楽器なんだって思って、うんうん、見たらその発表会最後に菅沼幸三先生がドラムを叩き始めたんですね。あ、もうその講師演奏的な。そうです、もうそれがバカみたいにかっこよくて、あ、なんだこれはと。でちょっとその普段のライブハウスで見るドラムセットの3倍ぐらいあるセットというか、うん、あ、もう手数多いですから ね、 そうですね、もうシンバルが10何枚あって、うん、太鼓がもう10個ぐらいあってみたいな、はい、そういうセットなんですよ。要塞と呼ばれるそういうセットでブワーッと叩いてて、めちゃくちゃかっこいいと思って、でそこでもうドラム習いたいって親に言って、で楽屋にそのまま挨拶行って、うん、そしたら幸三さんがシックをくださって、お、じゃあ今度からレッスンおいでっていう風に言ってくださって、そこで初めてドラムという楽器を知り、うん、ドラムをやろうってなりと、そういう劇的な一日があったんですね。劇的なカルチャーショックとも言えるべき、ね、はい、こんな面白いもんがあるんだと思って、はいはいはい、っていう感じでしたね。だからサッカーずっとやったエネルギーがそこで夏入ってパッて、まあ、受験だったっていう決めあるんですか。そうですね、そこのエネルギーが切れた時に、うん、やべ、ドラムはやりたいってなったんですよねそこのエネルギーが今度全部そこに集約されたんで。なるほど、そうですね、めちゃめちゃ熱いスタートですねそうですね、割とバンドが好きとか、うんうん、ドラム見て誰かが憧れてって、そのテレビの何かを見てとか、はい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 、このバンドを演奏したいとかで、うんうん、バンドやりたいとかっていうのが多分多かった世代なんですけど、はいはい、自分全くそうじゃなくて、うんうんうん、ビジュアル系とかが流行ってたんですね当時。あ、流行ってましたね。グレーとかライルとかそういうの見て、うんうん、やりたいとかっていう方多かったんですけど、自分全くそっちじゃなかったんで、ドラムをやりたいっていう、まあ、なるほど、菅沼幸三さん、まあ、ある意味ビジュアル系ですよ。あ、そうですね確かにあの要塞をもうビジュアルとしても素晴らしい。そうですね、叩いてる姿もまあかっこいいですしね、うん、本当にそういうきっかけなんですね、はい、そっから現在も、はい、その今要塞とはちょっとまた違うシンプルなスタイルに近いのかなっていう風に印象があるんですけど、はいはい、いずれ要塞にしたいとかそういう気持ちあるんですか？自分はそういったスーパーテクニックとかっていうところよりは、うん、なんかプログレフュージョンとかやロックとか、うん、そっちの方からやったので、必要最低限あればいいなという考えなんですよ。なるほどなるほど、その中で熱くかっこいいことできればいいなという考えなので。近いかも。あ、本当ですか必要であれば、さっきのシンバルの話じゃないんですけど、うんうん、かっこいいなって思ったらとりあえず置いてみて、必要だったら使う、うん、必要だったら使わないみたいな感じで、はい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 、でやってった結果いっぱい置いても、うん、あんまり使わなくなっていうふうになったんで、自分はその気持ちってすごいよくわかるっていうのがリアルなところですね。
はいはいはい、まあ僕も基本その3点セットって呼ばれてるものなんですけど、うんうんうん、はい、最近ちょっとだけ音色増やしたいなと思って、はい、あのタムをね8インチのタム増やしたんです。ライドの方に置いてましたよね。そうそうそう、ましたよ、よく見てる、よく見てる。で来ましたよ。そうなんですよ。おしゃれって思いました。でたまに使うとね、そうですね、トト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 ってなる、ね、こっちに置くのがちょっとガイタレドラマが多いお客さんですね。最近日本人でも結構あれのセッティングの元々は僕はあのリンドバーグ好きなので、チェリーさんのセッティングなんですよね。そうなんです、失礼しました、それは。いやいやいや、チェリーさんもね、はい、あの元々はディープアップルとか大好きなので、そうそうっすよ、ね、ガイタレ影響を受けてる、サンタム4フロアの3タム4フロア衝撃でしたからね、どうやって叩くのって話したから。そうなんですよ、なのであそこにちっちゃいタムがあるんです。そうですね、なるほどですね。もう今はそれが基本になって、やっぱりさっきのシンバルの話じゃないですけど、はい、あのもともと使わないからいいやって思って多分1個だったんですよ、はい、でもあ必要だなと思った曲が1曲だけあって、はい、そのためにいつも置いてたんです。あなるほど。そしたらあこれで使ったらあいいかもってなってきて、今は割と普通に使ってますね。そうですよね、結構さっきのチャイナとかスプラッシュとかもそうなんですけど、うん、あの喋る時のこの単語を覚えて、うん、使ってると事前にあの忖度とかじゃないですけども、はいはいはい、その相手の気持ちをしゃかるみたいなことは最初んってなるんですけど、その普通の会話の中で忖度とかって言えるようになってくると、あのその感覚って多分ドラムセットと一緒で、ここでチャイナ入れるっていう、ここでこの単語を使うみたいな感じの感覚近いんですよね。でそのフィット感がなかったら使わなければいいだけだし、フィットできて自分の会話の中で日常会話に出てくるようになったらセットに置けばいいっていう感覚なので、そうですね、だからあのたその菅沼浩三さんの要塞セットはもう語彙力がすごいそういうことですね、 ですね、表現力語彙力が半端なくすごいかなっていう認識ですね、自分は。いやでもね、ユダヤ君の、ね、ドラム僕も結構好きですよ。 ありがとうございます。もうそれ多いです、宇田さんにそう言っていただけると光栄です。ぜひね、今日ラジオ聞いてる方にもね、はい、その素敵なドラムを、いやありがとうございます、聴、ね、いてもらいたいなと思って、ね、曲持ってきてもらってるんですけど、はい、どんな曲を今日は。今日はですね、ちょっとあの、まあ、せっかくドラマーということで、うん、あのお呼びいただいたのもあって、ちょっとドラムでこう、はい、みんなでこうわわ楽しく上がる曲というか、こういうコロナ禍なんであれなんですけど、うん、やっぱライブがあったらこうみんなでこう手を挙げてわーってなるような曲を持ってきました、うん、はい、じゃあ曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、それでは聴いてください。アイラビッツで DKG1。 あ、上がる感じが四つ打ち系の、ね、いいですね。四つ打ち系こう激しくしても分かりやすいから、これがあってドクドクダカドクドクドクって16分のノリがあってもそうですね、結構聴いてるあの一般の方も一部、うんうん、が鳴ってる中で激しいことやってると分かりやすいです、ね、分かりやすい、まあ、なんかどこでリズムを取ればいいか、ね、そうですね、ガイドが確実にある。いやそうそうそう、本当にこれ大事ですよね、まあ、四つ打ちがだからクラブとかの、はいはい、あ音楽分かんない人が乗れるって多分そこっすもんね。そうですね、クラブとかリズムテンポも変わらないし、ね、そうですね、一定ですからね、あれはあれで文化だなと思いますけどね、うん、クラブでドラム叩いてたことあるんですけど。あ、本当ですか。ずっと同じテンポで何時間叩いたんだろうってずっとそれは結構なんか精神的そうですね。1回が30分とかやばいですね、もう3連投はなんかこう入れてちょっと遊びたいぐらいですね。そうです、バスドラだけキープしてるみたいな、ずっとつってやばいな、すごいな、なんだろう、ここの途中から個人練習してるかな俺って思いながら確かにこれ今炭素、ここから炭素になりますね。こう見せどころは最初のあのリズムって言いますかね。そうですね、あとこの後ドラムソロというかリフに絡めてちょっとお、そこまでいったら、じゃあここですね、デュ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 ワーツートンっていうライブでなるほどです、ね、じゃあ、はい、あ、じゃあこのねねでした、はい、っていうか、この辺でアイラビッツで DKG1 でした。
これノリノリな感じでもう、はい、ドラムのね、はい、あの4つ打ち、そうですね、ドンドンドンってのがあって、はい、ダッドカダッドダッドカダッドこうなんかこう一回ウキウキ、ね、ウキウキするような感じがねいいですね。そうですね、このやっぱロックサウンドの中で四つ打ちがあるとこう無条件に上がるというか、はいはいはい、ゴールの中でダンダンってもうやっぱバスロがしっかり鳴ってるとグッとくるね、やっぱライブハウスきますね、みんなでワーワーやる感じを早くやりたいですけどね本当にもう、そうですね、これはねいいですよ。その四つ打ちやってるとドラマー的には割と、はい、足で踏んでるじゃないですか、はい、手はなんか自由になったりね。そうですね、ドラムってこうやっぱりみんながリズムが分かるべ、うんうん、分かることをやるべきというか、はいはいはい、みんなが心地よく聴けるためにこう分かりやすく、分かりやすさって多分大事だと思うんですけど、うんうんうん、四つ打ちってもうそれ自体が分かりやすいんで、はいはいはい、だから手が遊んでようが変なプログレッシブなことをやってようが、うんうん、足だけしっかり立ってれば、うん、どうにかなるんですよね。なりますね、はい、僕もあのクラブで、はい、さっきあの曲流れてるぐらいで、ね、はい、クラブでねドラム叩いたことがあるんですけど、はい、深夜深夜ね、それもうずっと四つ打ちですクラブってあれですもんね、テンポ変わんないですもんね。そうなんですよ、ずっと120くらいですつらいダッドッドッチッこれ30分ぐらいやってるわけですよ。いやもう完全に練習ですね、本当に完全に練習ではないんですけどね、その場ではね。そうですね、ライブなんですけどね、ライブなんですけどね、楽しく踊っていただいてね。あ、いいですね、うん、いや確かに確かに、そう、楽しく踊っていただけるとやっぱやりがいありますよね。ありますね、いやもうこういう曲はね、ほんとドラマ楽しいですけどね。いやそうですね、楽しいですね。楽しいだけじゃ曲というのはね、あの疲れてしまうからねそうなんですよ、それ以外にもね、いろんなバリエーションがあって、そうですね、まあ、それもでも実はドラマは楽しんでるんですよね。そうですね、やっぱりいろんな変化というか、うん、まあライブで言うとやっぱいろんな激しい曲があってバラードがあって、はい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 、関係もありますし、やっぱ人間もずっと同じのが続くよりは変化があった方が楽しめる、うんうんうん、まあもうこれが好きっていうのがもう四つ打ちが大好きでずっと四つ打ちがいいっていう人もいると思うんですけどいると思う、そうですね、それぞれの好みに合わせて楽しんで聴いていただければなと思いますね。はい、はい、いいですね。じゃあもう一曲も持ってきてもらってるんですけど、はい、テイスト違うんですかね、これは。これはそうですね、まあいわゆる8ビートというかちょっとアッパーめの曲なんですけど、はいはいはい、一昨年出したアルバムの、うん、アイラビッツの15年目にしてメジャーに行かせていただいて、はい、そこで出したアイラビッツってアルバムなんですけど、はいはい、それのミュージックビデオになってる曲で、もしかして、はい、そのミュージックビデオ参加しませんかっていう発表の時に僕言ったやつですかね、はい、あれもしかしていましたね、はい、はい、その通りございます。確か、はい、それ今言われた時にミュージックビデオなんかあったな、はい、そうです、そうですとお声掛けさせていただきました、恐れ多くもそうなんですよね。でそれを一昨年リリースして、うん、で全国ツアー回って、うん、で一応それのツアーファイナルの3日後に去年の2月23日にツアーファイナル渋谷クアトロでやらせていただいて、うんうん、でその3日後に自粛要請、ああなるほど、はい、っていうあれでギリギリだったんですよね、本当に。なるほどですね、はい、っていうので本当アルバムツアーギリギリ回れた、結構思い出深い、走り抜けてからしっかり、そうそう、休みを確保できたっていうことですね。そっから今年の5月まではもう全く外でライブしなかったんで、うん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 、そうですね。今はその配信とかはやってたりするんですか？配信もやってますね、ライブハウスでもやり、ちょこちょこやりつつ配信もやりつつで、うん、まあ、いろんな形アコースティックで配信したりとか、はい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 、そうですね、あと自分のアイラビッツの自分のお店というものを実はこのコロナ禍で作りまして、なんと、はい、そうなんですよ、ホーム、そうです、まさにホームですね、まさにホームです、本当にそのキララ横浜というお店で、うんうんうん、ライブラウンジでグランドピアノと生ピアノ、あ、生ピアノと、生ドラムが置いてあるですよ。でそこで、まあ、アコースティック売りのライブができて、うんうん、有観客でも配信もできる形のお店を、コロナになった時にもう全国とかライブハウス回れないんだったら自分らで場所作ろう、はいはいはい、で作って今年の1月に、うん、
プレオープンして3月にグランドオープンしたんですけど、おお、このコロナ禍でもなんとか戦いながら頑張ってやっております。なるほどですね、はい、そうなんですよね。もうさあ、そしたらみんなにね、はい、ミュージシャンのみんなにねぜひ知ってもらって、本当に来ていただきたいですね。なんか料理が美味しいってめっちゃ押されてたら、ね、いやそうなんですよ、あの自分で言うのもすごいなんですけど、シェフがまあもともと人気洋食店のシェフがタイミングがあってうちに来てくれて、もう本当に来てくれるお客さんがみんな料理美味しいって絶賛してくれてるんで。なるほど、はい、これもあの外的思考の自分でも、あ、みんな美味しいってなったら間違いない、ね、あ、いやいや、それまさに外的思考ですよ。みんな美味しいって言うから間違いないって思って確信をしてます。なるほどですね、それもう近いうちに食いに行かなきゃ。ぜひお願いします。もうなんだ今日この後、今日この後。なるほどですね、これ本当に来たらすごい来たよね。実際営業っていうのは、はい、その何時から何時とかって、実際は、今コロナ禍においては、うん、緊急事態宣言中は11時半から15時までのランチ営業だけなんですよ。あ、でもあの表向き、そうですね、あの一般の方入れるのはそうなんですけど、一応予約は夜受けたまってて。なるほどですね、予約制でしっかりとあの体制整えてお迎えができる。メールか電話でいただけたらっていう、キララ横浜っていう関内駅から徒歩4分ぐらいのとこで。近い、近いです、関内駅から、JR 関内駅から徒歩4分のところにありまして、うん、週末はライブイベントをやったりしてるんですけど、うん、それでも、1階と2階もキャンプエリア、うんうんうん、グランピングエリアっていうのがあって、そこでもあのお食事ができるので。なるほどですね、はい、どこかのエリアではご飯が食べられるのでっていう。ありますね、そんなメンバーで作ったっていうところなんですけど、はい、その思い出のね曲っていうのをぜひこの、はい、そうですね、あのもらいたいなと思うんですけど、曲紹介の方お願いしてよろしいですか。はい、それでは聴いてください。 I Love It's で This is Love Song。 これワンコーラス行って流し終わったら、すぐ多分エンディング曲になりますよね。はい、でも切り替えの時少し無音入れてもらった感じでいいですか。はい、すいません、いろいろ喋っちゃった。あ、大丈夫です。最後ね、余裕持ってるんですよ。あ、そうなんですね。どっちにしても大体3分ぐらいのところを10分ぐらい撮ってるんで、はい、なるほどですね。あー、なるほど、なるほど。前半でつめつめにして後ろ、言えないっていうのは困る。あー、素晴らしいですね。伸ばすのはいくらでもねできますからね。そうですね、確かに。そうですね、ちょうどまだアイラビッツがツアーの日程を発表してないんですけど、うんうんうん、あの一応4月に大箱切る予定で今組んでて、でサポートでもツアー年内から年明けからか回ったりもするんで、なんかそうですね、その辺も言わせてもらって。なるほど。であれですかね、僕もあのサポートで、はい、あのツアー入ってるんですけど、そうです、言われた瞬間に飛行機とホテルをもう予約してあるからって言われて断れない。あー、断れない。え、返事する前にもう取ってやるみたいな。はいっつって一択一択。いやー、それオファーというかもうあれ決定事項みたいな感じ。そうですね。もう、もうほぼレギュラーサポーターなんで。そうですね、なるほどなるほど。そうなんです。そうっすよね、なかなかサポートもサポートでやっぱりこの人がいいってなったら、うん、向こうもやっぱ話したくないですからね、できるだけ、まあ、やりやすいですよね。ステージ も, もう気心知れたメンバーとかでやりやすいし、いろいろ変な注文とかこうしたいとかって相談もしやすいですしね、うんうん、あとはもう落ち着いて演奏がメンバーができる。確かに、間違いないです。これ今サビ終わりです、1サビ。じゃあこれで、はい、じゃあこの辺でお聴きいただいたのは I Love It's で This is Love Song でした。はい、はい、ということでもうあっという間です。番組終了に近づいてきちゃってるんですよ。です、ね、はい、ありがとうございます。もうどうでしたか。いや、もっといろ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 話したいなって思ったぐらい。まあお店にお店に行って話しましょう。ぜひぜひぜひ。はい、はい、そういうところでですね、はい、あの最後に告知というところで何か聞いてるリスナーの方にお知らせがあったらお願いいたします。はい、先ほど申し上げたキララ横浜というお店ですね、JR 関内駅から徒歩4分のところにありまして、はい、キララ横浜、季節の木にひらがなララ、うん、横浜でアルファベット横浜なんですけど、おそらくネットで検索したらすぐ出てくると思うので、ぜひチェックしてください。そしてアイラビッツがですね、うん、来年4月に、
大きい箱でちょっとライブやりますので、ちょっとまだお前と言えないんですけども、4月あたりに予定を開けといてね、はい、ってことですね。はい、その予定はちょっとチェックしていただけると。あと個人のドラムで言いますと、うん、年内ですね、アダムアットという、はい、ピアノもそれこそ四つ打ちが結構メインでやってる、一応ジャズのインストバンドなんですけど、ジャズなんですけどすごいロックなことやったりとか、はい、ちょっといろんな、とりあえずすごく面白いさん出るバンドさんなんですけど、うんうんうん、そこのサポートもさせていただいて、川崎からだと近くだと、9月の25日、うん、横浜 FAD で、10月の23日も同じくまた横浜 FAD やって、大きいとこだと12月の14日に恵比寿のリキッドルームでライブやらせていただいて、ちょっとそこで自分の新しいドラムセットをちょっと導入しようかなっていう、お披露目、はい、こともやろうかなと思っておりますので、ちょっと、はい、情報に関しましてはツイッターとかでも自分の、そうですね、はい、あとはラジオブログっていうので、はい、自分が書いてるので、はい、お店の情報とかね、はい、その辺の情報をね、そこでもお知らせさせていただきたいなと思います。なのでちょっと、まあ、自分の動向しっかり、アイラビッツの動向しっかり、ちょっともろもろをチェックしていただけるとすごく嬉しいです、うん、はい、ありがとうございます。ということで本日のスペシャルドラマーゲストは、はい、山田雄大さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ではですね、私の方の告知の方もさせていただきたいなと思います。ですね、サポートライブがですね、結構地味に入ってるんですよね。はい。9月の12日、まあ、今週の日曜日。すぐですね、うん。これですね、エンプレスセカンドアニバーサリー&ユーバースデー2周年の運命、まあ、定めを超えてゆけっていうイベントがあるんですけど、うん、実はですね、このちょっとこう来ていただければわかるんですが、ちょっと面白いことになっております。おー。はい。そして9月の19日ですね、はい、サンダースネーク厚木で、まあ、相沢さんのリリースツアーということですね、はい、リアルアンサー神奈川というところでエンプレスでサポートさせていただきます、はい、そしてですね、9月の18日の土曜日、吉祥寺のクレッシェンド、はい、こちら私のプロデュースするですね、はい、週刊少女ロックというバンドがあるんですけど、そこでですねライブがありますので、皆さんぜひそちらも注目していただけたらなと思います。ということで、まあ、詳しいことはですね、公式サイト、またはですね、まあ、ドラマーとか、ドラマウナで検索するとですね、私のページが出てきますので、チェックしていただければなと思います。では、次回の放送なんですけど、次回はですね、10月の14日、10月の14日、第2木曜日の13時からお届けしますので、またその時にお会いしましょう。それでは、良い午後の時間をお過ごしください。お相手は海原ひろみつでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。入れ替わりなのですぐ、はい、とりあえず外に出る感じですね。はい、これは使ったやつで置いておいてね。あ、置いておいて。後ろ、下のコンセント抜いてもらうんですよ。これですね。